イをご覧の皆様、こんにちは。本日はここ遠光産業株式会社に来ています。それでは早速スタッフさんをお呼びしたいと思います。ではお願いします。こんにちは。こんにちは。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは何をしている会社なんですか？ここは、鋼材に溶融亜鉛メッキを施す会社になってます。亜鉛メッキ、ちょっと想像がつかないんですけど、早速紹介をお願いします。はい、お願いします。ここからが薬品処理の段階になってまして、はいはい、あんな感じにどん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 次の工程、次の工程というような感じでクレーンで運んでいってます。こちらが油を取る化成ソーダ、はい、でその後の工程が塩酸になります。こちらがフラックス液になってまして、メッキの加工をするときにより密着性を上げたりっていうような効果のあるものになってます。これがないとメッキがつかないんですよ、はい、あ、全くつかない、はい、なのでもうこれは絶対必須の工程になってます。ここはメッキにつける前の最終確認ということで、はい、メッキにつけれる状態なのかっていうのを見ていってます。こんな大きいものが入る水プールがあるってことですよね。そうですね、すごい大きいプールを想像してもらったら楽しみですね。はい、ぜひ。今実際につけているところですか？そうですね、今こんな感じでつけていってます。どん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 できるだけこう表面が波打たないようにゆっくりとつけていきます。すごい暑いですね。やっぱりそうですね、釜の近くはかなり暑くなるんで、はい、冬だといいんですけど夏はかなり暑いです。熱中症とか大丈夫ですか？もう熱中症は一番怖いんで作業員にも気をつけてやってもらってます、はい、大変そう。こんな感じでブクブクしてるときはまだ反応中なんですよ、はい、なんでまだ上げちゃダメなんです、はい、なるほど。あ、なんかいっぱい人が今お兄さんが2人水面を入ってますけど、あれは何をされてるんですか？あれは表面の酸化膜とか、あとは汚れとかカスっていうものを全部取り除いてます。あれをやることによってピカピカになるんで、かなり重要な作業の一つです。じゃ、危ないんでちょっとこっちの方に避けてもらって、ここ入っとけば大丈夫。間近でこの跡が見てる。小学校の頃のちっちゃい実験とはわけが違いますね。怖いです。普段こんな近くまで来させてもらえることやっぱないですよね。そうですね、今回特別にちょっと近くで見ていただいてます。ありがとうございます。本当にいろんなものメッキされてると思うんですけど、うん、やりがいはどんなものがあるんですか？やっぱりこう自分たちでメッキした製品が街中で見かけることがあるんですけど、そういうのはやっぱり、あ、こんな綺麗なもの作ってよかったなって感じますね。スカイツリーの先端部分メッキしたんですけど、それを聞いた時はやってよかったなって感じますね。すごいもうすごい熱そう。すごい、めっちゃ綺麗になりましたね。はい、もう上がった瞬間は一番綺麗なんで、はい、じゃこれで押し上がり完了なんですか？そうですね、これであとは最終工程バリを取ったりすることをやったら終わりです。はい、今までメッキの過程をずっと見てきたんですけど、メッキをする意味っていうのは何なんですか？やっぱりメッキをすると柱とか建物の耐久年数が増えてくるので、はいはい、そういったことで少しでもコストを抑えて社会に貢献できるようなことをやるっていうのが意味かなと感じてます。なるほど、私たちの生活はもう遠光産業さんのメッキによって支えられてるんですね。そうですね、そういうことです。お世話になってます。で本当は本日はもうずっと案内してくださってありがとうございました。こちらこそありがとうございました。